アイドルグループおにゃんこクラブのメンバーで、会員番号12番の河合園子さん。人気メンバーだった彼女は歌唱力も高く、卒業後もソロで活躍しましたが、結婚後は事実上引退し、専業主婦をしていらっしゃいます。そこで今回は河合園子さんの結婚についてや、引退後の生活と現在、そして復帰の可能性についてなどご紹介します。河合園子プロフィール。河合園子さんは1983年 CBS ソニー主催のオーディションティーンズポップコンテストで準優勝し、ソニーに所属しました。このコンテストは楽器演奏を条件としていて、川島ダリアさんや宮原学さんなども参加していました。その後は1984年に新春恒例になっていた特別番組新春レコード会社8社対抗オールスター大運動会にソニー代表の一人として呼ばれ出演しましたが、その後は何の音沙汰もなく、日本福祉大学附属高等学校を卒業後はコンピューター系専門学校に進学しました。1985年3月、すでに就職も内定していましたが、4月開始のフジテレビの新番組夕焼けにゃんにゃんのオーディションコーナーに出てほしいとの誘いを受け、2日くらいで済むだろうから帰りに原宿行ってショッピングでもしようと気軽な気持ちで承諾し、4月1日から番組内のザ・スカウトアイドルを探せの第1回に出場し合格。140点獲得は辰巳梨花さんの142点に次ぐ歴代2位の記録でした。そして同時に合格した内海和子さん、富川晴美さんと共に翌週からおにゃんこクラブのメンバーとして活動をスタート。その後7月ドラマ「スケバン刑事」に悪役としてゲスト出演し、おにゃんこメンバー初のソロ活動を開始。おにゃんこクラブの活動中にはメンバーがさまざまなドラマに出演しましたが、悪役を演じたのは河合さんだけだそうです。9月 CBS ソニーから「涙のジャスミンラブ」でおにゃんこクラブから最初のソロシングルデビューを果たすと、同曲はオリコン週間チャートで初登場5位、翌週には息を獲得。 B 面「恋のチャプター ATOZ」は河合園子 with おにゃんこクラブ名義で、バックのメンバーは国生さゆりさん、名古屋美香さん、高井真美子さん、城之内早苗さんで、デビューイベント等にも随伴しました。12月からは大映ドラマ「ヤヌスの鏡」にレギュラー出演。同月5日にファーストアルバム「SONOKO」を発売。28日には品川プリンスホテルゴールドホールでファーストソロコンサートを行いました。そして1986年3月21日おにゃんこクラブ在籍最後の作品としてリリースした「青いスタシオン」はオリコン週間チャートで2週連続1位、年間シングルチャートでも時期に入る大ヒットとなり、河合さんの代表作となりました。3月31日放送の「夕焼けにゃんにゃん」第1回卒業式では中島美春さんと共に番組を卒業。4月1日の日本武道館公演を最後におにゃんこ本体からも卒業し、本格的にソロ活動を開始。翌日の4月2日から初のソロコンサートツアー MENSBR&SONOKO を開催。続いて8月から10月にかけて2回目のコンサートツアー風船旅行を開催し、この間にシエスタ、モードデソノコと2枚のアルバムを発売し、これらの音楽活動と並行しておにゃんこ卒業後も夕焼けにゃんにゃんにはコンスタントにゲスト出演していたほか、夕焼けにゃんにゃんの姉妹番組として放送された夕食にゃんにゃんでは吉田照美さんと共に司会役を務めました。またこの時期に主演作を含む3作のテレビドラマにも出演するなど活躍を続けられました。突然の休養宣言と結婚、ソロとしても大人気だった河合さんでしたが、1988年突然テレビへ出演を拒否し、2年後の1990年にファンクラブ解散と休養を宣言されました。噂によると元おにゃんこクラブという肩書きや根強くあるアイドルのイメージにストレスを感じていたそうです。そして休養期間中の1994年に結婚をし、事実上芸能界を引退したことが話題となりました。
結婚後は専業主婦となったようです。結婚相手はどんな人？そんな河合園子さんの結婚相手についてですが、作曲家の後藤治俊さんです。秋元康さんとタッグを組んでいることで知られており、ベーシストとしても活躍されています。おそらくお二人は楽曲提供がきっかけで交際に発展したのではないでしょうか。あと藤治俊さんはアイドルキラーとしても有名で、それまでにシモンズの玉井多恵さん、木之内みどりさんと結婚離婚を繰り返しており、河合園子さんとは3度目の結婚でした。ちなみに河合さんは年上の男性がタイプで、かつモテる人と結婚がしたかったそうです。そういう意味ではドストライクですね。これまで結婚離婚を繰り返してきたあと藤治俊さんですが、河合さんとは2023年現在で結婚29年目を迎えます。そして2人の間には男の子が1人誕生しているそうで、お二人の口から息子さんについて語られることはありませんが、噂ではお子さんの幼少期にはセレブ御用達の名古屋ドルトンスクールに通っていたという噂です。現在は何してる？事実上1994年に芸能界を引退された河合さんですが、実は2000年に夫の後藤治俊さんが楽曲を担当したドラマ多重人格探偵サイコ天宮和彦の期間にほんの一瞬ですが友情出演されているのです。また2009年にご自身の CD 復刻版が発売された際には19年ぶりにメディアにコメントを出しました。自分がやってきたことが少し恥ずかしいと思うことも正直ありました。昔一緒に仕事をしていたスタッフと再会した瞬間、素晴らしい思い出があったことを再認識しました、というコメントを新聞社宛に送られたそうです。その後は2010年3月に資生堂の化粧品ブランドイン&オンの CM に80年代を代表するアイドルの皆さんと出演し、久々に表舞台に姿を現しました。この時は約20年ぶりの芸能活動で、会見でははにかみながら、とても緊張しています、とコメント。そのお姿は非常にお綺麗で、素敵な年の重ね方をされている印象です。このようにピンポイントで、依頼があれば活動をされていたようですが、2022年現在は専業主婦に戻り、愛知県の実家の横に建てたという自宅で、生活をしているようです。息子さんも大きくなり、子育ても一段落したであろう河合さんですが、復帰の予定はあるのでしょうか。そこで調べてみたところ、河合さんの復帰のキーパーソンはなんとトンネルズ石橋貴明さんなのだそうです。実はおにゃんこクラブと同じくトンネルズの楽曲も秋元康さん後藤尻さんコンビで作られたものが多数あり、あと藤治俊さんとは仲が非常に良いようです。石橋貴明さんの YouTube 公式チャンネルで2020年7月に公開された動画では、元北海道日本ハムファイターズ杉谷拳士さんの応援歌を一緒に制作していました。元アイドルである工藤静香さんとのトーク中には高井真美子さんの近況が語られたこともありました。もしかしたら後藤尻さんの力添えもあり、元おにゃんこクラブ会員との対談企画で河合さんが登場するなんてこともあるかもしれません。もし実現したらファンにとってはたまらないでしょうね。いかがでしたでしょうか。人気絶頂の最中に引退されてしまった河合園子さんですが、夫後藤尻さんとの結婚生活は間もなく30周年ということで夫婦円満なようです。完全復帰は難しいかもしれませんが、また CM や YouTube など何かの形で活動してくれたら嬉しいですね。嬉しいニュースが届くのを楽しみに待ちましょう。